連載済みのフィールパイン TV、転職後初めてのね、放送ということになります。水曜までかかってしまって申し訳ないですね。まあ、いろいろありましたんで、まあ、オープニングの後でね、ちょっとこの間の状況を説明させていただきたいと思います。で、いろいろですね、ちょっとカメラの設置位置とかの調整もちょっとですね、変わってですね、ちょっとうまい具合に収まってないんですけど、まあ、それはそれとして。本日のテーマはですね、前回茨城交通のね、あれですね、ビザの立ち消さえ、嘘タイトル記事書いたね、乗り物ニュースと言いましたが、今回はこたつ炎上ライターの杉山純一さんの記事そのもの、今回そんなひどくないんですけど、それを枕にね、時間帯別運賃についてちょっとね、軽く語ってみたいと思います。はい、ということで、まあ今日、まあ10分は超えるんでしょうけどね、15分ぐらいで収めたいなと思ってますけど、まずですね、8月1日からですね、新しい職場になったってことでね、初出勤日、おととい、8月3日でした。裁量労働でなくなりましたので、有給休暇、半休にできるんでね、2月からは、来年の2月からね、これまで通り、金曜日の夕方とかね、土曜日の朝とかね、月曜日の昼帰りとか、まあできるようになると思うんですけどね、半年間我慢ということですね。だから夏休みが2日付与されたのでね、早速1日はですね、8月15、16の鳴子温泉を2泊、2連泊に、ね、延長したっていうね、急遽ね、自由な時に9月までの中の自由な2日間の取れるんで、1日そこ使って、で、9月中にね、飯田線再開したらそこに使おうっていう、まあ、そういう、まあ、目論見込みです。まあ、その他ですね、いろいろと新しい職場の情報その他はですね、ちょっとですね、あさって、ちょっと初めてのライブ配信をやってみようと思ってます。まあ、メーデーはね、一応このチャンネルでやったんだけど、まあ、限定公開にしてるんでね、チャンネル一覧出てこないみたいな。初めてのフィールファイン TV としてのね、ライブをちょっとやってみたいと思います。お客さん一人でもいたらやります。一人もいなかったらね、なんか鼻ほじってますんでね。いうことで、ちょっと改めてそれはね、別途告知はいたしますけどね。ということです。それでですね、まあ今回のテーマは時間帯別運賃ですね。これもともとですね、JR 東日本と西日本の、それぞれね、社長が社長会見で、まあ時間帯別運賃導入しないともうどうにもならないということをまあ言ってます。まあね、米沢はいつもね、そう資本家全部倒せとか言ってるね、なんか共産主義者だと思われてますけど。違いますよ、米沢はアナキストですからね。マルクス大嫌い、レーニン大嫌い、ね。共産主義嫌いな人ですから。政府主義です。そこ勘違いしない。でも資本家は悪いってのは同じですね。何のこっちゃって話なんだけど、でもね、まあ正直資本主義社会で生きている以上ね、まあその常識の範囲内でね、語らなきゃいけないこともあって、まあこれもそうですよ、まさにね。まあ要するに東日本、西日本どちらもピーク時の お客さんのためにね、設備投資してきたのに、そのピーク時のお客さんが減っちゃったと。ね。これは運賃をね、そのさらにどうせ減ったならピークをさらに抑えてさらに分散させるように、時間帯別運賃を入れたらどうかということの検討を始めたと。かつこんなのね、1、2年でできるわけないから、しばらくは研究ですね。まあどちらも口を揃えてそういうふうにね、言ってると。まあでも、旅客会社全部が揃ってるわけじゃなくてね、JR 四国はね、もう早々とね、早々にね、やりませんって断言してるんだね。で、この辺のね、違い、このなんで四国でと、いや、四国と、東側にして違うのかってことも含めてね、これはもう要するに、まあ日本のガラクパゴスの一つであるね、ラッシュ、朝ラッシュ、まあこれの問題が絡むってことでね、まあ基本的に、まあ正直、東西両側の両者のね、社長さんが言ってることはその時点で正しいと思いますよね。そう思います。つまりですね、まあ実際に今、まあ線区によるんですけども、東京のね、JR 東日本の、通勤路線なんかで言うとね、まあ車両のうちの6割は昼間遊んでると。ね。4割が昼間動いてんだけど、その6割っていうのは完全に朝ラッシュの時だけしか動かさないために買ってんだ。ね。用意してんだ。で、しかもその鉄道車両1両1億円以上するわけですから、大変なことだね、これね。で、それでもなおかつさらにそこに詰め込んでね。まあ 200% 切る路線はもう今なくなりましたけど、うん。まあ正直 150% 超えたらね、まあ人間、本来は人道的におかしいと思いますよね、じゃあね。ましてや、このウィズコロナ謎標語ね。なんだとすればね、150% でも辛いっていうことにしかならないんですか。なんで、まあその150、今160とか180とかね、路線によってまだあって、それ詰め込んで、で、通勤定期っていう割引率の高い運賃制度で詰め込んで、
なんとかそのラッシュ時の設備投資分を、なんとか均衡させてる。まあ山手線は儲かってですけどね、まあ全体として見れば均衡させてるって状況にあるわけで、そのピークが時差出勤とかテレワークの普及で減ってったら、設備投資全部無駄になるわけでしょ。これまでのね、車両の減価償却考えたってね、あとまだ山手線だったらあと10年以上ね、無駄になるわけですよ。まあそれは困ったということですよね。なんでどうせピーク時に人が減ったなら、さらに時間帯運賃でその時間だけ割高っていう感じ、他と比べて相対的に割高な運賃することによってさらに抑えればもっと設備投資減らせるんじゃないのと。それが社会政策として実現すればね、設備投資今後を抑えていけるから、今回のね、まあ、大赤字を今垂れ流してますけどね、東西ともその後なんとかなるんじゃないかとね、まあ、東海はリニアで示しろ本当と言いたくなるんですけどね、でもいい代金で預かっていただいてるのは感謝しておりますよ。何を言ってんだったらですけどね、まあそういうね、分裂した夜座のね精神は置いといてね、まあそれ正直東西がそういうのは当然だし、逆に言えば飛行機がやりませんっつってのも分かりますよね。どの道らしでもそんな牛詰めになってないからだね。だからそういうこと考えなくていいっていう悲しい四国の状態がむしろ反映されてるっていう、まあ、ことでございますよ。まあということなんですけど、じゃあね、この話として、まあそもそもなんでこれね、その運賃、そういう話がにわか運賃やればいいって話がね、急にね東西からね口をそれ出てくるのか。つまりこれはね、今言った米沢も肯定的にね、その東西の社長のことを紹介しましたけども、この件に関してもね紹介したけども、これ本当に好感度って風が吹けば沖屋が儲かんないかもしれないでしょっていうのあるわけですけど、これ実はですね90年代後半から論文いっぱい出てんだね。これね、やっぱりどっちかっていうと、その、まあ、国交省の発想としては、そのラッシュのね、混雑を避けたい。ね、そうすると一見利用者法に見えるかもしれないけどね、こう、今の国家が考えてることはね、もちろんそういう側面、副産物としてあるだけで、本音はね、労働力商品にね、頑張って元気に働いてもらいたいだけなんだよ。ね、資本家が儲かる。ね、そのためだと、米沢は勝手にね、宗教的にそう思ってるだけですけども。まあ、いずれにせよ利用者としては混まないよりは、混むよりはこんな混まない方がいいんでね。そういうことで、そのやっぱりラッシュの緩和ってことはやっぱりね、正直ね、これ資本家からも、経済界からも要請されてる。だからそれの研究としてかなり細かいデータを出して公開してるんですよ。で、それがちょうどね、その応用数学のちょうどその大学院レベルでちょうどいいネタみたいで、大学院生とかもいっぱい論文書いてるんですよね。特に今世紀入ってから論文が出てるんですけど、まあググればいっぱい出てくるんでね。で、かつその米沢応用数学、そのレベルの応用数学わかんないんで、数式見たってわかんないから、その是非がわからないんで、まあ、分かる人は読んでほしいけど、まあ、数式しか出てきませんわ、もうね、論文は当たり前だけどね。まあ、ってことです。まあ、正直これはあのね、COVID-19 の最終数理モデルであるって言ったのと、まあ、似たようなもんですからね、これね。っていうことです。まあ、なんだけども、総じて、どの論文でも効果があるんじゃないかって結論になってるんですね。そういう、この研究の積み重ねがあるから、まあ、ここで満を持してというか、まあ、本当はケツに火がついてなんでしょうけどね、コロナでね。まあ、言い出したっていうことだと思います。で、対するにこの国交省の方が、まあ、これをね、なんで時間かけなきゃいけないかというと、もちろん一般論として国交省に限らず役人はね、変化を好まない。ね、こういうのがまず背景にあります。あともう、で、それに加えてね、この件に関しては、実質値上げを伴うっていう印象が消費者とか利用者にあるんじゃないかっていうこと、これを恐れてるわけです。まあ、今ね、赤字なんてその前提がだいぶ覆ったと思うんですけど、そのね、3つの本州会社がね、赤字になって、なること確実なんで、まあ、その点は前提がひっくり返るんですけども、つまり、まあ、儲かってる会社なのに、運賃上げんのっていうことになる。で、逆にね、それを避けるためには、逆に、今のピーク時の定期券の、料金、定期券の運賃は買えないんで、それオフピーク通勤した人を下げることしかできないでしょ。そしたら値下げになるわけですよ、これ。ね、難しいってことなんだ。ね、で、だからこそ、赤字になりそうだから、値上げとセットでこれ言えばいいでしょっていうような話になるっていう見方もできるんですね。いいタイミングだってことです。で、もちろんその1、2年でできるわけないということをさっき言った通りなんで、まあもちろんね、このウィズコロナによって今後もね、設備投資系の赤字が膨らむってことになれば、やっぱりその値上げ申請を許可せざるを得なくなる。その時に、オフピーク通勤すれば値上げになんないよっていうような設定をすることで、一気に乗り越えようとしてんじゃないかっていうのがちょっと透けて見えるから。まあ、そういうふうに思っています。ということで、まあ、結論を先にちょっとね、一番大切なね、時間帯のうちね。
で、まあもちろんそのロードマップあって、その前にやれることあって、まあ特別企画乗車券を出す。例えばね、時差回数券なんてそんな感じですよね。今唯一鉄道でね、時差関係の割引として認められているものは、まあ時差回数券ありますけど。あれ当然ね、自動改札機がないとね、人間の目視であったらミスが連発しようとかって、ね、絶対ね、いっぱいキセルズやつがいっぱい出るっていう。キセルじゃん、不正乗車ね。やるやつが出そうなんだけども、まあ自動改札機それないし、そもそもこの問題はさっき言ったように根本は朝ラッシュの時のためのそのピーク時の輸送確保の設備投資って問題なんで、まあね、地方はあんま関係ないだろうっていうね、見方もできると思います。で、まあ特別企画乗車券の形でそういうオフピークのことをやって、次にやるのが私ポイント付与だと思ってるんですよね。IC カードに関しては、今ポイント制度がね、まあ、なんかマイナンバーとかふざけたね。てかもうシステム的に、社会的な意味でも IT 的な意味でも破綻したしょうもないシステムを無理やり普及させるためのマイナンバーとか私は絶対申し込みますよ。ね、まあ、当然なんだけど。まあ、ということでね、ポイントの囲い込みも進んでることだし、ここでできることっていうのは、もう実際これやってますね、一時期ね。エントリーした人だけなんだけど、定期券持ってる人で、その山手線内が20日また着になるんで、なんか、オフピーク時にタッチすると、ポイントが貯まるってやってましたよね。あれを恒久的に導入するんじゃなかったね。それがその特別客乗車券の次に来る段階なんじゃないかっていうね、米沢は呼んでおります。そしてその間に検討を続ける。あるいは、そこでポイントでやった結果を持ってね、自信を持って申請するっていうね、まあそういう流れかなというふうに思ってます。で、話の、まあ結論先に言ったんでね、ここで真面目な話はもう終わりです。まあ真面目な話、この彼女しますけども、生真面目な話は終わりです。で、まあここでですね、この今日喋るきっかけとなったね、炎上こたつライター、杉山純一さんのね、記事にするとイチャモンつけておきたいと思います。これはまあ小ネタです。ほんと雑ネタのレベルですけどね。まあこの記事ですね。JR 東日本、西日本、時間帯運賃など検討、乗り鉄にも影響っていう、まあね、こうタイトルの記事なんですけども。これ見るとね、まああんまり嘘、あからさまの嘘書いてないんですけど、まあこれね、むしろ、このパラグラフおかしいですよね。むしろ今まで値上げしなかったことが不思議。ね。まあこれは釣りパラグラフタイトルなんですけど、まあこれね、出てます。このヤードスティック方式というので運賃を決めているので、まあ値上げができない一つの原因だということを書いてます。で、まあ鉄道運賃の値上げはほとんど行われてなかったんだけども、この後の例えがひどいんだよ。実質的に33年間も運賃を据え置いた状態は珍しい。私たちの身の回りを見ても、小麦粉や乳製品など高くなった気がする。スナック菓子や商品、価格据え置きで容量が減った。マヨネーズとかもそうだね。で、あとうまい棒の穴も大きくなったなど、実質的な値上げが話題になった。ね。物価の優等生と呼ばれる卵でさえ10個100円台だった価格が200円台届きそうだ。もやしが安すぎるという生産者の声が高まり見直されたというニュースもあったっていうけど、これね、もやし以外全部ね輸入穀物でしょ。輸入穀物が何で、これアベノミクスで円安だからだろう。これ物価の上昇っていう、まあ物価の上昇だけで言えばね、あれ、これ全部アベノミクスでしょ。これ値段買ったの例えとしては極めて不適切だよね。まあ、ここのデタラメであっても全体 の趣旨にある文章ね、関係しないんで、まあ、嘘とかね、まあ、嘘っていうか、そのひどい文章だとまでは言わないけど、この例えはひどいよ。このパラグラフはひどいですよね。で、でもそれでね、そのね、なんで、値上げしなかったことが不思議って思って書いてあるのにさ、その次の段落でさ、ね、そんな中でも本州3社の鉄道運賃はほぼ据え置きだった。これは鉄道事業者の努力もあるし、ヤードスティック対象の経営算定項目が、経費算定項目が値上がりしてないことが考えられる。実は消費者物価もそれほど上がってないって、上がってないんで、物価が上がってないんだから、うち上げられるわけないでしょって言って、もう何を言ってんだよ。この全、短いちっちゃい小パラグラフの前後で趣旨がおかしいって、前も言いました、コロナの、国交省が出してる資料ね、を全く誤読して、デタラメなこと書いてた。あの時もパラグラフの前後で矛盾してたけどね、ここもそうだよ、ここ。適当に手抜いて書いてんでしょうね、ほんとね。さまざま頭がおかしいのか、まあどっちかでしょう。どっちもかもしれないけどね。まあそんな感じで、まあね、それでしかもこのね、物価が上がったら例えてさ、ね、通信費、IT 費、メモリーカード全部半導体がないじゃないかっていう。半導体の値段常に下がるの。まあその法則が最近やっと止まり始めたんですけど、基本的に半導体の価格は下がるんです。集積とか上がってね。もうだから例えがひどすぎるんだよ、このうまい棒、卵。ね。もやし以外の例えは全部おかしい。まあそんな感じです。まあこれがまあ今回の話に対するイチャモンということになりますね。はい、ということです。で、まあ当面は割引の見直しかって書いてるけど、ちょっとここは分析甘いと思うけど、まあ別にこういう説の人がいてもおかしくはないんでね。まあいいでしょうということでね。
で、まあ、最後は企画乗車券安くしてくれって言うんだけどね、いや、別にさ、まあ、18切符のね、内情暴露はちょっと後日やり、まあ、回を改めてね、そのうちやりたいと思ってるんですけど、まあ、正直ね、それあんまり、そういうことやる状況じゃないんじゃないかなってことは思っていますね。まあ、週切符の廃止を恨んでるけど、あれは発券が手間だったからやってないの。で、鉄道ファンしか使ってないからやってないのってことですからね。鉄道ファンがの絶対数増やさない限り、ここのね、杉山さんの妄想は妄想にしかならないと思いますよ。まあ、そういうことです。はい、ということで、杉山批判をしましたが、このですね、このヤードスティック方式。まあ、これについてはね、ちょっとね、皆さんこれね、ぜひね、これを読んでいただきたい。これはね、鉄オタ弁護士の小島さんですね。小島さんがですね、東洋経済オンラインで、まあ、だいぶ昔です、5年前ですけど、北海道新幹線がね、開業した時に、まあ、特急料金高すぎんじゃないって話になって、まあ、その時にね、ヤードスティック方式の説明をしてます。これリンク貼っときますんでね、これぜひ読んでいただきたい。これあんまりほとんど嘘ないんで、これちゃんと読むと正しいことが出てくると思います。ですね、このヤードスティック方式というのはですね、逆にこれ今ヤードスティックってみんな言ってんだよね。鉄道運賃って全部これで決まると思ってる人いますけど、違います。ヤードスティック方式が、ね、導入されてるのはね、これ大手私鉄と JR 旅客会社とね、地下鉄なんですよ。それだけなんですよ。これね、それぞれ基準があってね、これ出てます。これ国交省のね、PDF ファイルが公式に出ております。はい、まずですね、大手の方は JR 旅客会社、大手民鉄及び地下鉄事業者の収入原価、算定要領というのが出てて、ここにヤードスティック方式を使うって書いてあるんですね。で、そのヤードスティック方式の対象のは、帳簿上何、どの費用が該当するのかってことは、全部これ書かれてるっていうね、ことになってます。一方で、中小民鉄それ以外ですね、あ、そう、定義はどうなんだって、これちゃんと、まあ、別表にね、出てんだ、全部一覧がね。JR 旅客会社、大手民鉄、地下鉄、これは全部公共もですね、はい、ということになってまして、出てます。はい、ということです。まあ、ちなみにね、これ別表にはね、覗くってなってるんでね。別表にこれ工作線ってまだ読むケーブルカーですけどね。要するに大手民鉄が持ってるケーブルカーとか、あとね、これなぜかね、東京都のうちの軌道線の上の懸垂線、モノレール。はい。とか、この辺がまあ大阪市の南港ポートタウン線、これまあ何、新交通システム。もうこの辺が覗かれてるってことですね。ゆりかもめ覗かれてないってことですね。まあ、こういうところになってて、まあ、地下鉄なのか上の懸垂線かって、妙な分類なんですけども、この別表に出てるものに関しては、これはね、この中小の方使えますよって書いてあるわけですね。そして、この、大手私鉄の方のね、ヤードスティック、まあ、当然これヤードスティックいっぱいもう、死ぬほど項目書いてあります。そりゃそうだ。これね、これで原価を決め、この費用に関しては、この原価を基準にして、そこに適切と思われる利潤を載せた額しか認可しないって言ってんだからさ、細かく書かなきゃ大問題ですよね。ってなってんだけどね、これね、中小の子は本当にあっさりしてるんだ。つまり、ヤードスティックを使ってないってことなんですよ、中小施設はね。もう 2枚で終わりですよ、これ。全部でね。で、中小の工作事業者はさらに別らしいよ、これ。ね。まあ、なんのこっちゃった話なんですけどね。はい、ということになってます。これについてはね、この小島先生の記事が一番簡略化されてます。ということで、ちょっとこれも読んでおきたいんですけども、対象と単の作者それぞれの路線、ね、に対する基礎データの数値を、まあ、単価に当てはめて、基準単価が出ますと。から基準単価に施設量の数値ね、例えばキロ数ね、まあ、それは要するに電化されてるかどうかとか、車両が何両あるかとか、そういうことで決まってくるってことになってます。で、まあ、これで基準コストが出るっていう仕組みになってるんだよね。まあ、ちょっとですね、これね、気になったのが、この車両費って何ってことで、まあ、ここに表出てます。ヤードスティックのね、まあ、ものとして、まあ、営業費のうち人件費と経費である線路費、電路費、車両費、列車運転費、駅務費って書いてあってね、あれって、車両費って何って米沢思いました、これ見たときに。だってさ、車両って固定資産でしょ？ね？で、この表を見ると固定資産で減価償却するものなんで、減価償却、これヤードスティック対象だから入ってないんだよ。ね？ヤードスティック対象入ってないから、って思ったんですけど、これはね、なんか車両の貸し借りとか、あと、全般検査、はい、あと補修、メンテ、そういうのにかかる費用がこの車両費ってね、これになってるらしいですね。ということなんで。まあ、その部分に、要するに経営努力、例えば車両の値段は努力して変えられるもんではないけれども、その鉄道会社が努力してって、ね、値を買い叩くしかないくらいの感じですか。なんだけども、報酬とかは自社でやるんだから、そこはコスト削れるでしょっていう考え方になっています。そしてね、さっき言ったような考え方、式でもって、そのキロ数とか掛け合わせ、車両数とか掛け合わせて、できた、まあ、基準コストがあって、そのコストよりも、その鉄道会社のコストが高かったら、まあ、例えば JR 北海道そうなんですけど、その場合は、その安い基準コストの方に、会社規模に応じた利益を上乗せした
額、それがこの値上げ分で売上として確保されるところまでしか上限運賃を認可しませんということになります。逆にね、メンテナンス費用がまあ除雪の差なのかなこれはって思うんだけど、まあ、あと特急の数も違うのか、メンテナンス費用が、基準コストより安い、実際にかかっているね、JR 四国のコストは基準コスト安いらしくて、その場合は、インセンティブとしてね、その差額の半額がインセンティブ、つまり、基準コストと実際にかかったコストの間、中間、この中間に適正利益を乗せたものが上限運賃になるという、ね、ことになっているということね、まあ、つまりその差額の半分が、上に上乗せされるね、運賃、こんなその分値上げしていいよっていう、ね、そういうシステムで、まあ、極めてね、このね、資本主義的なね、考え方としてこう導入されているという、まあ、ことになります。まあ、で、それで、あとね、もう一つ、まあ、ここでは、それ前提、大前提なんで、そこまで触れてないですけど、上限運賃、まあ、別のページ書いてあるんですけど、上限運賃ですね。今のところ、その、昔はね、鉄道の運賃っていうのは全部ね、認可制だったんです。認可されないと認められなかったんですね。で、それは規制緩和で、今は、運賃に関しては、あと新幹線の特急料金ね、全部の鉄道の運賃と、あと新幹線の特急料金に関しては、今、上限運賃制になってます。上限を認める。上限を今言ったコストで適正と認められれば認可されます。そして、その範囲内で値下げを自由にやって、それを届け出だけすれば値下げしていいということになる。まあ、それが今のね、上限運賃方式ということになります。で、一方ね、料金は、やらなくて、料金は届け出だけでできるということになりますね。ということです。昔は国鉄なんか国会決議がなきゃね、値上げできなかったからね、社協が反対、社協と公明党も反対してね、値上げできる。まあ、そんな時代がありました。公明党がまだ左だった時代だね。懐かしすぎるね。てか今の若い人は知らないよ。生まれてないね、その時代ね。はい、そういうことです。まあ、そういうことも改めてそのうち語りたいと思いますね。はい、そんな感じです。20分超えちゃったね。ごめんなさいね。ということです。まあ、そして、まあ、そんな感じなんでね、まあ、ちょっと話それますけども、TJ ライナーとかね、ライナー系はね、あれは正直、まあ、もちろん利用者からすればね、まあ、もう格差社会が広がってっから、ちょっと小金を弾める人にちゃんと座ってもらうって、もう等級制の復活じゃないかって説なんですけどね。まあ、そういう感じだけども、まあ、鉄道事業者としてはね、届け出すればいい運賃勝手に自由に決められるんだからね。これはね、やっぱりね、ライナーの余地をね、残して、まあ今は様子見ですよね。定着したら拡大していくっていうね、そういうのが見込まれるんじゃないかな、これ。まあそんな感じ。まあそういうちょっと打足ですけどね。料金は届け出制なので、そういうふうな、今、作戦を大手して取れるってことになってるっていう感じですね。ということなんで、このヤードスティック方式については、ちょっと小島さんのがね、非常によく関係書かれている上に、わかりにくい、さっき言った所領費って何みたいな話は、まあ、リンク貼っときます、下にね、その国交省の PDF に出てますので、興味のある方はぜひお読みいただきたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。結局20分喋っちゃったんで、申し訳ないね。まあ、いつもこんなもんだ。短くする方法はないんでしょうか。分割して毎日配信しろって話だけど、ちょっとそんな用がないんだよ、今、ほんとね。新しい仕事結構てんやわんやから時間はね、まあ、毎日そんなに20〜30分しか参加してないですから、やることがあって、頭振り返って余裕がないとご勘弁いただきたいと思います。次回はですね、明後日の夜の生配信ということで、次回はその時に発表したいと思います。ご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。